リコちゃんは GV に投票させていただきました。いやおそらくね、もう GV さん快進撃止まってないと思うので、オーブ50個もらえるのかなと思うんで、なのでつまりですよ、つまりこの10連は実質無料で弾けるっていうことになりますよね。ねえ、俺未来から来たからさ、 GV さんが優勝するっていうのはもう分かっちゃってんだよ。じゃあ GV の皆さんに感謝しながら10連弾きたいと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいなマジで。お、あれ西洋ごぼうでしょ。あ、ちょっと待って、マジで言ってんの。おー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 マイガルディボヒエ、嬉しい。で、さらに別にこの子帰ってくるからさ、別に混ぜてもいいじゃんっていうやつ。おー、西洋母が運極になったよ。 GV さんありがとう。嬉しいな、嬉しいな。いや最高かみたいな、最高かよこの流れ。あのさ、もうぶっちゃけ弾く必要ないんだけど、ないのよ、ないんだけど、まあちょっとね、一応ガチャを引く立場として残り100連は引いていこうかなと思います。シャ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 、よし行こう。よく分かんなくなったから行こう、どんどん引こう。欲しいのはこう、来ましたね、この時が来ましたね。もう西洋部いらないからね、ちなみに。よしよしよし、いいぞ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 。テンペスト、オッケー。そういえば話は一瞬変わるんだけど、これトルネコの大冒険99回まで行きましたよ、昨日ライブ配信で。もし興味ある方、昨日のアーカイブ見てちょんまげー、よろしく。さあ20連目いきなり確定来たから最高だよね。どうしよう、どうですか。今んとこ爆しないからね、大丈夫。あの工具が2体しかいないから、本当にあと1体欲しいんですよ。自陣艦隊組めるだけでだいぶ変わってくる。工具強いし、実際に。ああ、孔明ね。はいはい。いいよいいよ、全然いいよ。どんどん引いちゃおう。とりあえず引こう。最近いろんなさ、アプリ出てるけどさ、やっぱり長く続けられるゲームってモンストなんだね。もちろんドラクエウォークもがっちりやってんだけど、モンストやっぱ長いね、息が。息が長いから、信用できるよね。やっぱガチャの確率も信用できるかなと思ってるよ、俺は。姫路だっけ。そうだよね、姫路か。なんか喋ること特にないんだけど、最近さ、リコちゃん外で撮影する機会っていうのがね、ちょこちょこ増えてきてて、あさってもちょっと外で撮るんですよね。すごい楽しみ。あのさ、変顔するとさ、空気のとか流れがさ、こう断ち切られるからさ、やめてくんないかな、本当に。爆死させるの多いから、それは。外で撮る機会が多い、人と触れ合うことが多いんで、多いというか、前までゼロだったんだけど、それが1になったって感じなんだよね。普通の人と比べたらもちろん少ないんだよ。
うん、人と接する部分がね。でもちょっと明後日は楽しみ。やってんな、マジでやってんな。それはやってる。YouTuber っていう職業って言っていいのか分かんないけどね、もう最近の YouTuber のトレンドってさ、炎上だからさ。炎上だから、なんかあんま YouTuber ですってあんま声を大にして言えなくなっちゃったよね。声を大にして言えなくなっちゃった職業にしたやつら許せんけどな、マジで。せっかくさ、正統派な YouTuber さんたちがさね、世間的に認められるようにようなって言ったらいいのかな、活躍をさ、目まぐるしい活躍をされてる中でさ、やっぱり YouTuber はダメなんだって足を引っ張っちゃうのはすげえ失礼だよね。まあ、名前出すのもあれだけど、ヒカキンさんとかさ、テレビへの露出が増えたりとかしてさ、あ、 YouTuber ってやっぱりすごいんだなとか、 YouTuber って職業なんだなとか、 YouTuber って忙しいんだなとか、まあ世間的にもさ、イメージ的にはアップアップで来てたと思うんだけど、まあ根底にはさ、 YouTuber で職業じゃねえし、世間的に認められてないっていうさ、あの立ち位置だったじゃん。そこに戻すようなことをするんじゃないよな、 YouTuber が。うん、マジで全員引退してほしいわ、うん、そういうことするやつは。出たな、アキレス。重心化前は、最弱と言われたかわいそうなキャラですけども、重心化後、なんと最弱というキャラクターからネタと言われるキャラクターになりおおせたキャラクターですね、刀身キラー EL がね。また刀身出てこない限りは輝かないからね。今だったらカルマとかにしか使えないよね、実質。うん、多分。最初だけだったね、なんか出てたのが見事に最初だけだったな。いいぞ、 OK。 いやー、ちょっとパッとしないな。最初すごい良かったんだけど、急にパッとしない。マジ頼むよ、降雨が1体でもいいから欲しかったんだ俺は。まあでも最新キャラだから出ねえか。そうだよね、 OKOK。 あのね、皆さん教えますよ、本当に。一応モンストのガチャっていうのはですね、最新限定キャラっていうのは出づらいようになってます、マジで。で、1個前の、キャラクターはめちゃめちゃ出やすくなってたりするので、もしも万が一にでもですよ、運極を狙うというのであれば、例えば新春鳥獣神祭は分かりやすいね。新春鳥獣神祭が出てきたキャラクターを運極にするんだったら、半年後に鳥獣神祭で、実装されるキャラクターが実装されたら、そのキャラクターの運極を狙ってあげると運極になりやすいです。はい、というわけで、以上、キコちゃんでした。バイ、センキュー。